人類は異星人に会いたくてたまりません。会いたい気持ちがあまりにも強いので、自分で異星人を考案してミステリーサークルやレプティリアンによる人間の拉致についての都市伝説を生み出しています。スペースオペラもレクチル・ザ・ゼータ星から来た緑色の肌のセクシーな女の子が大抵登場します。あいにく SF 作家は異星人がどんな様子をしているのかについてはあまり気にしません。しかし地球上でも様々なバイオーム間で大気や地下水、土壌の組成にわずかでも違いがあれば、そこに生息する生物種の間には大きな差が生まれます。皆さんこんにちは。こちらはトップランキングです。今回の話題はガスジャイアントやハビタブルゾーン外の惑星といった珍しいものではありません。地球型惑星の環境条件のわずかな違いだけを見ていきましょう。通常学者が発見した地球上に似た惑星は全て金属の乏しい恒星の周りを回っていたり、海洋に覆われていたり、恒星に潮汐ロックされている惑星です。その他にも巨大なスーパーアースがありますが、それについては個別に動画をご用意していますね。ではどんな生き物がそのような惑星に住めるのでしょうか。始めましょう。貴重な鉱石ご紹介しましょう。こちらが惑星 A です。この惑星は全ての点において地球と一致していて、太陽から地球までの間と同じ距離にある類似した恒星の周りを回っています。年齢もほぼ同じです。要するに全てが地球のようです。ただ困ったことに、この恒星は金属に乏しいのです。つまりその原始惑星系円盤から形成される惑星も同じように金属はわずかです。そのような惑星で暮らす生き物は原始的で、生物多様性は高くありません。金属は生態の機能維持にとって極めて重要な微量元素です。それが極度に不足している場合、自然は複雑な進化の次善策を考案して巧みに進化していくしかありません。そのような惑星では異星人に出会うことはありません。せめてゾウリムシでも見つかれば幸いです。現地の生物圏は微生物と原始的植物で構成されていますので、あまり面白くもありませんし、役にも立ちません。クトゥルフ福団。それよりもっと面白いのは海で覆われた惑星です。この星の陸地には小さな島々が形成されているか、あるいは全く存在しません。こうした海洋惑星はかなり多いと推測されています。そのような惑星では地球に存在するような生命体が生まれる可能性が高いです。海洋惑星では陸地に上がることは進化上大きなメリットにはなりません。このため高度な生命体は直に海の中で生まれます。この惑星では可愛くて知的な人魚の種族に会える可能性も十分あります。とはいえ、この種族の文明が高度に発達することはないでしょう。海に居住している場合は火の使用に問題が生じます。水中で火を起こすのはかなり難しいですね。火がなければ調理ができませんし、肉食動物から身を守ることもできません。それに金属の冶金もかなり制限されてしまいます。ちなみに金属についてですが、簡単には潜ることができない海底にある金属を採取しようとしてみてください。海にはいくつかの層があります。海底が深すぎると人魚は寒くて暗いだけでなく、水圧により耳から血が流れることになるでしょう。それ以上深く潜れば大量の水にただ押しつぶされてしまいます。火がなければ文明は生まれません。もちろん有史時代でさえ火を起こすことができなかった人間の部族が知られています。しかし彼らも落雷で偶然点火した火を保存して使っていました。それでは海底およそ10メートルの場所で火を保存しようとしてみてください。幸運をお祈りします。そのような惑星では海面に存在する生命体の方がずっと面白いでしょう。ここでは巨大な浮島に絡み合う植物のようなものが形成されるかもしれません。火を起こすことも可能ですが、島が全焼してしまうでしょうから、よほどの命知らずじゃないと無理でしょう。
地球の大陸生物圏の多様性と比較すると大変見劣りがしますが、時間の経過とともに一種の陸生生物が発達する可能性があります。この惑星に火山活動があり、海があまり深くなく、山頂が海面に届くのであれば、サンゴ礁や環礁のようなものが形成されるかもしれません。生き残れるかどうかの瀬戸際で常に均衡を保つことを強いられる貧弱な陸上生活からは、知的生命体が生まれることはないでしょう。しかし、海面に浮かぶ軟体動物から進化した文明は、可能性として十分に考えられます。そのような生き物は膜の帆を張って移動する生きた船に似ているかもしれませんし、タコに似ているかもしれません。触覚にはこうした生き物にとっては指の代わりとなる細かい突起が発達します。生活の大半を海で過ごすので、生まれ故郷のサンゴ礁や浮島の近くに生けすを作ることができるでしょう。陸上を移動する能力が発達すれば、農業を習得して火を利用できるようになるかもしれません。新石器時代の平均レベルの文明を想像するのにはこれで十分です。こうした文化が直面する問題は、まず石の不足で、その次は金属の不足です。実際、知的なタコはあまり深くまで潜れませんので、大陸棚の小さな面積か浅瀬でしか交渉を採掘できません。金属が不足しているため、少なくとも産業革命を起こすことは不可能です。進歩がなければ、利用できる乏しい資源を全て使い果たした後、文明は滅びる運命にあります。太陽を見ずして死ぬことなかれ。もう一つ、宇宙でごく一般的なタイプは赤色矮星のハビタブルゾーン内に位置する惑星です。赤色矮星は数がとても多く、全体の約4分の3を占めています。そのような構成は安定していて長命であるため、その周りを回っている惑星で生命が生まれる可能性は十分あります。問題は赤色矮星が非常に薄暗いということです。惑星がハビタブルゾーンに入るためには、水星と太陽間の距離よりもさらに赤色矮星の近くに位置している必要があります。このような低軌道では、惑星は周回する恒星に潮汐ロックされた状態にあります。赤色矮星が矮小なのは、恒星の水準だけで、質量は少なくとも木星の50倍です。赤色矮星は近くに位置する惑星の自転を遅らせますので、惑星は常に片面だけを恒星に向けています。昼の面はいつも明るく、少し暑くて、といってもそれほど暑くはなく、約50度の気温。放射線が放出されています。太陽の当たる部分は絶えずサイクロンが回転し、雷雨と強風の天気となります。住民は雨雲が現れる時だけ容赦ない太陽から隠れることができます。夜の面は永遠の夜に支配されています。とはいえ、それほど寒いというわけではありません。半球間では大気による熱交換が行われますので、夜の面でも生活できます。暗い領域でも高度に組織化された生命体が発達することは十分可能です。それはおそらく洞窟や地下に住む住人でしょう。常にひどい強風が夜の方向に吹き続けていますが、そこでは避難場所を見つけることができます。ここで暮らす生命体にとっては降り続く雨も問題となります。そのような惑星の地下の住人は背が低く青白く、おそらく視力の弱い存在たちです。赤外線スペクトルでは目が見えるでしょうから、その人たちの視力には多彩な色彩に映る様々な温度の材料を用いた素晴らしい芸術作品が作られるかもしれません。赤色矮星系の住人は絶えず居住地不足の問題に直面することになるでしょう。このことは厳しい三次制限や自分の部族に快適な洞窟を獲得するための絶滅戦争、様々な食料生産技術の高度な発展を意味します。そのような惑星に行けば、虚弱で色白の生物が作り上げた集団主義と生物資源の厳しい節約に基づいた厳格で洗練された文化と出会います。海洋惑星のタコと同様、厳しい環境条件のため、技術的にはあまり進歩していないでしょう。それでは今日はここまでにしましょう。皆さん、ご覧いただきありがとうございました。
宇宙の遠い領域にどんな異星人がいるのかを私たちと一緒に想像しながら最後まで動画をご覧いただき嬉しく思います。このテーマが面白いと感じた人はコメントを書いてくださいね。皆さんのコメントを興味深く読んでいます。それではこれでお別れしましょう。また次に会う時までお元気で。